ただいまより、株式会社スペース2022年12月期第2四半期決算説明を始めさせていただきます。まず、はじめに、登壇者をご紹介いたします。代表取締役社長、佐々木康弘でございます。佐々木でございます。よろしくお願いいたします。 社会取締役和田良子でございます和田でございますよろしくお願い申し上げます執行役員経営管理本部長松尾信之でございます松尾でございますよろしくお願いいたしますさて今回は 第2四半期決算の概要及び事業の概況について松尾より次に通期見通し及び中期経営計画について佐々木よりご説明させていただきますその後社外取締役から見たスペースについて和田よりお話しさせていただきますそれでは冒頭佐々木よりご挨拶させていただきます 社長よろしくお願いいたします、えー、皆様こんにちは2022年12月期第2四半期決算説明会の動画配信をご視聴いただきまして誠にありがとうございます新型コロナウイルス感染症が収束しておらず 現在も第7波が急拡大している状況でございます。さらには全国で発生しております豪雨災害。こちらにおいては大変ご心配申し上げるところでございます。さて、今回の決算説明会につきましては、録画による 動画配信とさせていたただきましたどうぞよろしくお願いいたします。それでは、決算の概要及び事業の概要につきまして、松尾よりご説明をさせていただきます。松尾でございます。まずはじめに、私より2022年度、 第二四半期決算の概要について説明をさせていただきます収益認識に関する会計基準等の適用についてです収益認識に関する会計基準等を第一四半期連結会計期間の機種から適用をしています2021年度までの旧基準では工事や案件が完成した時点で収益を認識していましたが2022年度からは原価が発生した進捗度合いに応じて 売上上をを計すする振興基準を適用しておりますなお、可燃度の訴求修正は行っていないため、本説明資料の前年同期費は参考値として掲載をしております。続きまして、業績ハイライトです。顧客の投資抑制が続き、厳しい状況ではありましたが、売上高は前年同期費12.0%増加の 218億を確保することができましたしかしながら、営業利益は5.4%減少の9億4,300万円経常利益は5.2%減少の9億5,900万円親会社株主に帰属する市販期純利益純利益は6.0%減少の6億1 0万円となりました 利益面では前年同期比にわずかに下回る結果となりました詳細は次ページ以降で説明させていただきます売上高・営業利益率の推移となります依然としてディスプレイ業界の本格的な開封には至ってないものの停滞状況から徐々に持ち直しの兆しを見せております 前年同期比四半期を上回る売上となっております。一方で、利益面においては、コスト削減に努めたものの、価格競争の激化により、回復ペースに鈍化が見られます。はい、えー、続きまして、営業利益増減分析となります。売上高度の増加により、売上総利益が2億6700万円増加しました。しかしながら、売上総利益率の低下により、 売上総利益が2億5300万円減少しました。また受注が増加したことで労務費が4100万円、経費が2700万円増加しました。結果営業利益は前年同期比で5400万円減少し9億4300万円となりました。はいえー、続きまして外注費の推移となります。 2017年からの原点回帰期3年間で外注費の抑制に努めてきました。今年は厳しい入社3件や新顧客の取り組み、また同業他社との価格競争が厳しく、外注比率が増加しております。今後も付加価値提案や原価計画を徹底し、外注費の削減に努めてまいります。 販売費及び一般管理費の推移となります。販管費はやや増加しているものの、売上高も増加しているため、販管比率は0.4ポイント減少しました。新型コロナウイルス感染症が拡大し始めました2020年以降、全面的なコスト削減に努めてきました。売上高の増加に伴い、旅費交通費などの活動費が増加し、また採用活動 の積極的な投資により雇用費が増加しておりますえ今後も IT ツール等を活用した業務効率化について引き続き取り組んでまいります続きまして2022年度第2四半期事業の概要についてご説明させていただきますはい小売業界の動向となります 当社を取り巻く事業環境と密接に関係するのが、小売業界の動向となります。新型コロナウイルス感染症の拡大により、小売業界を取り巻く環境は一変しました。小売業界全体としては、やや拡大しており、消費者のライフスタイルの変化により、業種別で明暗が分かれている状況となっております。ショッピングセンター関連の売上高に関しましては、コロナ禍で一時減少し、 2021年も本格的には回復には至ってない状況となっております。スーパーマーケット業界の売り上高はコロナ特自の動きもあり、2021年まで堅調に推移をしております。コンビニエンスストア業界では売り上だけの推移は横ばいですが、非接触型の店舗も増え、設備投資は継続的に行われています。 今後もテレワーク等の生活様式の変化に伴う消費動向に関しても引き続き注視していきたいと思います。はい、続きましてディスプレイ業界の動向となります。こちらは同業他社の売上高の推移となっております。新型コロナウイルス感染症の拡大により、業界的には2020年度は売上が落ち込みましたが、2021年についても 各社本格的な回復には至っていない状況となっております2022年度につきましても各社横ばいもしくは微増と予測しており厳しい状況が続いている状況となっております SC 出店状況となりますこちらのグラフは一般社団法人日本ショッピングセンター協会のオープン SC 情報となります ショッピングセンターの新規出店数は2019年度以降減少傾向となっております。2022年度は31件と昨年と比較すると増加予定となります。また2022年度は大型ショッピングセンターのオープンが複数見込まれています。で近年は地域密着をテーマとしたショッピングセンターや s g g 図をテーマとした 施設、イベントを行うショッピングセンターが増加傾向となっております。はい、えー、売上高の推移となります。当社の売上高のうち、ショッピングセンター関連が5割以上占めている状態となっております。近年は、その他に含まれるオフィス、サービス空間の受注強化により、ショッピング関連以外の割合が増加しております。 はい、えー、続きまして、新築ショッピングセンターと既存ショッピングセンターの売上高の推移となります。ショッピングセンターの新規出店数は減少傾向にあるものの、大型案件の受注もあり、新築ショッピングセンターの売上高は割合が増加しております。新築ショッピングセンターに取り組みつつ、地域活性化による既存のショッピングセンターのリニューアルにも注力し、 売上高の確保に努めてきました。はい、こちらは市場分野別の売上高の推移となります。副業商業施設総合スーパー分野では、生活質疑品を取り扱う総合スーパーでの大型リニューアルがあったことから売上高が増加しております。貯金スーパーコンビニエンスストア分野では、 前年より取り組みを強化しました、コンビニエンスストアの改装案件の受注が堅調に推移をしております。各種専門店分野におきましては、主力であるアパレルや服飾雑貨、インテリア、家具専門店等をはじめ、大型案件の受注が伸び悩んでおります。新型コロナウイルス感染症拡大前の2019年度以降、各種専門店分野の売上は減少傾向にあり、 厳しい状況が続いています飲食店分野では来店客数の緩やかな回復が見受けられるとともに業態転換等による改装案件が増加しておりますサービス等分野では中期経営目標になりますオフィス・サービス空間の売上比率の拡大に向けた積極的な取り組みにより全体の売上高が増加しております エンターテインメント施設では大型案件の受注したほか、行政機関等の新たな分野の取り組みも強化をしております。はい、えー、続きまして受注高、受注残高の推移となります。収益認識会計基準等の適用により進行基準の金額が増加したことから、受注残高は前年同期比で減少をしております。 しかし収益認識会計基準等の適用による影響を除くと受注高、受注残高ともに減増加をしております。コロナ禍から緩やかな回復が期待されております。はい、えー、こちらが市場分野別の受注残高となります。新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が大きかった専門店や 飲食店の受注残高が増加しております。また、収益認識会計基準等の影響を除くと、商業施設やコンビニエンスストア、サービス関連の中でも、オフィス関連の受注残高が堅調に推移をしております。はい、えー、私からの説明は以上となります。はい、それではここからは私より。 ご説明をさせていただきます。まずは、2022年度の業績予想についてご説明をいたします。はい。2022年度、上期の実績でございます。上期予想に対しまして、売上高の達成率は102.2%。おおむね、 計画通りの進捗状況でございます。しかしながら、利益面では価格競争の結果による厳しい状況が続きまして、上期予想を下回る結果となりました。はい。続きまして、2022年度、通期の見通しでございます。通期予想は、売上高450億。 営業利益25億、経常利益25億、親会社株主に帰属する当期純利益は17億を予想しております。新型コロナウイルス感染症の影響から厳しい状況が続いております。本格的な回復には至らないものの、昨年、 2021年度と比較いたしますと、その増益となる見込みでございます。新型コロナウイルス感染症だけではなく、猛暑、豪雨の天候不順、さらにはロシア、ウクライナ情勢の長期化による原材料価格の高騰など、外部環境リスクにも注視いたしまして、コストの意識を持って、 利益確保に努めてまいります。続きまして、株主還元方針でございます。当社スペースの株主還元方針は、配当成功50%以上を目指しております。紙期配当は予定通り18円とさせていただきました。 期末も18円を予定しておりまして通期で36円の配当となる予定でございます株主会員といたしまして配当政策については今まで通り安定配当を継続いたしますさらにプラルスアルファで自己株式の取得を行いました 自己株式取得の詳細については、次ページでご説明をいたします。はい。自己株式の取得についてご説明をいたします。2022年、株式市場は厳しい状況は続いております。中期経営計画の機能別戦略でございます。 財務戦略に基づき、今回2回に分けて、自己株式の取得を実施いたしました。自己株式の取得については、状況に応じて柔軟な対応ができることがメリットであると考えております。今後も株主様に利益還元を図るとともに、経営環境に応じた資本政策を行い、 中期経営計画の定量目標でございます。ROE 向上に向けた施策を検討してまいります。はい。引き続き、中期経営計画について、私よりご説明をさせていただきます。はい。中期経営目標についてご説明をいたします。 地域経営目標といたしましては、基盤構築期の最終年度でございます。本年。2022年度までに達成すべき4つの目標を掲げています。1つ目。営業利益率7%。2つ目。ROE10% 以上。3つ目。 社員全員が働きがいのある会社。四つ目、顧客提供価値の向上。以上、四つの目標を掲げまして、継続して取り組んでまいりました。四つ目の顧客提供価値の向上については、サービス空間、地域活性、 サスティナブル。以上、3件の取り組みについて、1ページ以降ご紹介させていただきます。はい。オフィスサービス空間への取り組み事例でございます。ララボート福岡のガンダムパーク福岡の案件でございます。3つのエリアからなるガンダムの複合エンターテインメント施設を トータルで企画、設計、施工した案件でございます。今後拡大強化を図ります知的財産権に関する分野の案件でもございます。まず一つ目のエリア、ガンダムサイド F では、フーサードに12分の1サイズのニューガンダム、そしてサザビーの立像を設置いたしまして、 巨大モニターが映す迫力満点の映像演出によりガンダムの様々な情報の発信やグッズを取り扱い訪れた人を魅了し世界観に引き込んでまいります二つ目のエリア VS パーク WizG こちらにおいてはガンダムとコラボレーションした体感型アクティビティが楽しめる スポーツエンターテイメントエリアとなっています。三つ目のエリア、ナムコではアーケードゲーム、クレーンゲームなどが楽しめるアミューズメントエリアとなっております。以上三つのエリアで、機動戦士ガンダムシリーズの世界観を存分に楽しむことができる施設となっております。 ガンダムの世界観の実現に向けて、我々尽力した結果、オープン当初より、たくさんのお客様に楽しんでいただいていると伺っております。続きまして、地域活性への取り組み事例でございます。ゴーディは、アミュプラザ長崎の案件でございます。伝統工芸、 文化の継承と環境貢献の両立を目指し、地域から愛され続ける店舗を実現いたしました。地域の課題解決をいたしまして、伝統工芸品でございます、ハサミ焼きの型や破片などの廃材をショーケースの装飾に使用いたしました。 シンボルサインには、廃屋から回収いたしましたガラスを使用いたしまして、ガラス在庫文化をステンドグラスアートとして取り入れました。また、長崎県産のヒノキ材を家具に使用しております。オディバジャパン様より、 お言葉をいただいております。地元に根付いた内装はデベロッパー様にも大変好評である。地元のお客様からは長崎のものがたくさん使われていて居心地が良い。このようなお言葉をいただき、オープン前の内覧会も大変盛り上がりましたまた。 実際、お店に立つ営業部のスタッフのモチベーションが高まり、セールスも大変好調だったと聞いております。その他、長崎県の行政に携わる方々からも、ブランド力のあるゴディバ、こちらの店舗において、県の産業を取り入れ、観光客に訴求できることは大変嬉しく思う。そのような言葉を いいただいております最後に、サステナブルな取り組み事例についてご説明をいたします。成田国際空港第3ターミナルの案件でございます。障害のあるアーティストの作品を社会に届ける福祉実験ユニット、株式会社ヘラルボニー様が保有するアート作品を 空間に取り入れて彩りと人肌のぬくもりを感じる世界観といたしました空港を利用するお客様が障害者と身近に感じていただける空間といたしました成田空港様からは空港事業は環境面があまり良くないイメージではない中今回の取り組みを行うことで 空港が社会環境を配慮している活動を認知していただけるきっかけとなっているとのお言葉をいただきました。また、空港を利用する人に加え、アートやファッションに興味のある様々な方々に、幅広く作品を見に来ていただいているとのことでございます。以上、三件の事例のように、 顧客提供価値の向上に向けた取り組みを推進してまいります。中期経営計画、基盤構築期で当社の強みとして確立してまいります。私からの説明は以上でございます。引き続き最後に外部取締役でございます和田より、 社外取締役から見た株式会社スペースこちらについてご説明をさせていただきますそれではここからは私より社外取締役から見たスペースについてお話しさせていただきます2012年より社外取締役をしております宇田涼子と申します 監査等委員の業務に加えまして、指名報酬委員会の委員をしております。常、え、勤、ー、の業務としては、経済大学経済学部というところで、経済理論、ミクロ経済学、行動経済学、環境経済学を教えております。慶応義塾大学の小学研究科において現代ファイナンスを学び、今は 水放送券となっておりますが株式会社富士総合研究所の第1期生としてシンクタンクに勤めて資本市場を担当しておりましたそこではマクロ予測いわゆる景気見通しの一部なども行っておりましたその後短期間ですけれども第1戦目において主任研究員をしておりましたその後慶應塾大学大学院経済学研究科に戻って学術的な研究を進め今は 実験経済学、特に実験ファイナンス。詳細を申し上げると、確率が与えられないような不確実性果のもとで、どのように人々が予測を形成していくのかについて研究をしております。それでは、社外取締役として求められている立場についてお話をさせていただきます。当然ながら、独立した立場として、監督機能を果たすことが求められています。 スペース業界の当たり前スペース内の暗黙地について明らかにしていき、そして、えー、客観的に内部の方に認識していただくということも仕事の一つになっております。また、監査等委員として、監査法人トーマの話し合いでは、スペース独自の業務スタイルが持っているリスクを共有して観察しております。近年の特徴としては、内部、監査室とのとより強い連携を行うことで、コンプライアンスの強化に努めております。 また私は社外役員3人の分担のうち、経済、経済学という観点から経営を監査しております。資本コストの観点から必要な利益率のベンチマークについて述べたり、お金の使い方が将来のキャッシュフローにつながるかどうかについて質問をして明らかにするように心がけております。また株価を上昇させるためにはどうしたらいいかということについて提言するようにしております。 最近は持ち合いの解消が求められておりますので、個人投資家の方を増やして厚みを持たせるための提案をしております。環境投資については、社会とスペースの交差点を考えるようにしております。次に、社外取締役として心がけているスタンスをお話しさせていただきます。最初に私は経済学者ですので、経済学の考え方、すなわち、 社会の構造やマクロ経済の状況を所有として、制約下で最善の解を探すという考え方をしております。例えば、ESG 投資も、やみくもに進めるのではなく、費用対効果で評価するという立場をとっております。また、専門に近い制度設計については、指名報酬委員会でまさに関わっております。指名報酬委員会に関わらず、ルールが変更されることによる人々の行動をシミュレーションして、 提案された制度設計が良いかどうか評価することを心がけております。次に2番目にあります、ステークホルダー間のエジェンシングコストを最小限にするというスタ,ンス,ですスタンスですけれども、私独自のスタンスですので、少し説明をさせていただきます。株主は経営者に経営を委託し、そして経営者は社員に業務を委託しています。 その間に情報の開きがありますと、ステークホルダー間の摩擦が起きてしまいます。社外取締役は、社員から理解しにくい存在でありまして、社員も株主であるということから、その意義を知っていただくように努めています。例えば、社内のポータルサイト、掲示板がありますので、自分の考えを経営者メッセージとして述べております。 また、環境サステナビリティとスペースの事業についての投稿などもこちらの方を利用してしております。さらに、社内で持っている知識を共有しや、技能を高めよう社内ナレッジとして講義を6回行いました。直接社員の方から質問を受けることで私も業務を知ることができ、そして社員の方にも異なる見方を知っていくことができました。そして 株主、社会、社員に求められ続ける企業であり続けるというために、スペースが必要なことは何か、そしてそこに向けて自分ができることは何かということについてアンテナを常に張っております。やはり、社内の取締役、執行役員との対話を欠かさないこと、そして社内取締役の方のポークたるサイトへの発信によって、社員への向き合い方、そして社員の感じていること、働き方を知る。 などスペースの現状を可能な限り知るようにしています。また自分の計算としてはウィメンズコーポレートディレクターズという上場企業の女性取締役の団体に所属して学び続けています。それでは次にスペースのサステナブル経営から人材への取り組みを取り,取り上げてお話しさせていただきます。今スペースが目指しているのは 女性も男性も生き生きと面白く働ける会社へという進化です。それはスペースで働くことが社外での幸せと両立するようにというウェルビーイング経営を目指そうとするものでございます。実はこの考え方、当初一部上場前から会議室に張り出してあった社訓を進化させたものになります。今、スペースは効率的な働き方を探求する。 それからダイバーシティを目指すといった進化の真っ最中ではありますけれども、同時に根幹は何もぶれていないということを示しています。そして女性が感じる、例えば長時間労働などの問題について、男性も抱えている問題であるという認識に立って、また公平さの観点から今まで個別対応していたものを制度設計への確立というふうに動いております。 関わらずライフバ,ックバランスを保ちながらえ、管理職を目指せるような制度設計がなされました例えば複線型人事は選択肢を増やす考え方ですまた評価がジョブ型つまり努力の評価から結果の評価になったということについては、えー、世の中のトレンドでもありますけれども貢献度に基づいて成果を分配していこうというノーベル経済学者のシャープレの考え方にも沿うものであります 効率性をももたらすすのになっておりまさらに一歩進んで分かりやすさをもたらすために、2021年3月に、産休・一級ハンドブックが刊行されました。女性の一級取得100%はもちろん達成されているんですけれども、男性の一級取得比率も30%近くまで増えています。また、社員相談室による社員相談窓口が2022年度になって設置されました。 これは決して小さなことではなく、問題を見つけることを恐れないで、正しいやり方にしていくための、すなわち、社員のウェルビーイングのための大きな一歩だと考えております。以上話してきた人材の取り組みによる成果と展望をお話しします。期間としては、世界のニューノーマル移行によって、様々な制度改革が加速されましたことから、2020年以降についてお話しします。まず、左のグラフを見ていただきたく存じます。 青がが男性の、赤が女性の約束にいいている割合です。女性が役職に就く比率は2022年には7.4%となっており、日本全体の平均11%と比較すると不十分ですが、スペース内において男性が役職に就く比率とのギャップは減少しています。次に右側のグラフをご覧ください。赤いバーが女性の就業年数を表しています。この平均年数は、 2020年の7.1年から2022年には8.3年と1.2年伸びています。これに対し、ピンク色のバーで示されているのは、管理職に就いた時の平均就業年数になります。2020年には14.5年でしたけれども、2021年には10.6年、2022年には11.1年と短期化しています。 すすななわち若年層がが課長にるる機会を提供できていることがわかります女性の就業年数は伸び、そして女性が課長になる機会を提供できる機会については、若年層に対して機会を提供できるようになりました。さて加えて、昨年6回社内ナレッジを行ったとき、延べ120人の方に参加していただいていますが、そのうち40%が女性でした。 これは社員の比率よりも高く、こうした意欲的な女性が働きやすい環境に向けて、これからも役目を果たしていきたいと思っております。女性が活躍していくことは、スペースの社員育成、人材な投資として捉えると、経済効率性の観点から望ましい成果です。ましてや今後、社会、お客様の間で女性の活躍が増えてくれば、より スペースがジェンダーレスとなることによる新しい視点が、スペースの価値創造により良い影響をもたらし、ひいては将来のキャッチフローにとってプラスになると認識しています。最後になりますが、スペースのスピリット、スペースイズムは変わっていません。ですが、その内容は進化をし続けています。その進化に必要な一つのエレメントが女性の活躍と考え、その一端を担えるように心がけています。 私から皆様へのメッセージは以上でございます。ありがとうございました。以上をもちまして、株式会社スペースの2022年12月期第2四半期決算説明の配信を終了いたします。ご清聴いただきありがとうございました。